私、不思議の国のアリスだったんです。サークル主催の会談会で、愛ちゃんは自分の番が回ってくるなり開口一番そう言った。この愛ちゃんという女の子は、少し電波が入っている感じの不思議ちゃんで、顔は可愛いのだがいらない悪意や揶揄を買ってしまうタイプだった。けれど当の本人はそんなのどこ吹く風といった様子でいつもニコニコ笑っている。可愛いし人懐っこいので男子からはそこそこ人気があったが、一部の女子からは煙たがられている。そんな愛ちゃんがいかにも電波っぽい始まりで話し出したものだから、一人の先輩がすぐさまちゃちゃを入れた。それってあれ？物がすごい大きく見えたりするやつ？ああ、不思議の国のアリス症候群ってあるもんね確か。でも、会談会で病気の話をされてもねえ。そういう怖さは求めてないからな。話の内容を勝手に見透かして茶化すという無粋な言動に、しらけた空気が一瞬流れた。しかしその空気が長続きしなかったのは、愛ちゃんが、あはは、そういうお話じゃないですよ、とことさらいに返した風でもなく話を続けたからだ。他の人が見えないところとか、行けないところに、入れたんです。どういうこと？不思議の国のアリスって、主人公がウサギを追いかけて違う世界に行っちゃうじゃないですか。ほんとあんな感じですよ。他の人には見えない不思議な場所が私には見えたし、そこに入ることもできたんです。今まで語られてきたどの階段とも違う語り口に、さっきまで愛ちゃんのことを茶化していた連中も口をつぐんでいた。そもそも階段会なんて物好きな集まりに参加するような連中だ。愛ちゃんに対する悪感情よりも、彼女の話への興味の方が上回ったのだろう。最初は幼稚園の頃だったなぁ。みんなで使える遊び場みたいな部屋があったんですけど、そこの隅っこに階段があるのを見つけたんですよ。そんなとこに階段なんてあるはずないんですけどね、本当は。でもその頃は子供でしたから、興味本位で階段を降りてみたんです。まあ、幼稚園児なら降りちゃうよな。そしたら降りた先にも普通に部屋があったんです。ボールとかお手玉とかが置いてあって、私以外にも何人か遊んでる子がいて、今思えば、みんな知らない子でしたけど。活発な子供だった愛ちゃんは、そのままそこでしばらく遊んで、元いた部屋に戻ったという。次の日もそのまた次の日もそこには階段があって、彼女は毎日のようにそれを降りては九段の部屋で遊んでいた。だが、そんな日々はある時突然終わりを迎えた。ある日、仲の良かった子をそこに誘ったんです。だけどその子には、階段なんてどこにも見えないらしくて、そこで初めて、あの階段が自分にしか見えてなかったんだと気づいたんですけど、ふっと視線を向けたら、私にも階段が見えなくなってたんですよね。ついさっきまでは見えてたのに、結局、例の階段とも部屋ともそれっきりで。でも私、それからもいろんな他の人には見えない場所に行ってたなぁ。家の隣は草がぼうぼうに生い茂った空き地のはずなのに、時々そこに大きな家が見えた。家から出てきたお姉さんに誘われては中に入り、その度見たこともないような美味しいお菓子をご馳走になった。後日母親にそのことを話したところ、空き家に入ってはいけないと叱られたが、お姉さんの話自体は一切信じてもらえなかった。神社のお祭りに行った時、境内の裏手に歩いていく人を見たのでついて行った。するとそこにも屋台や踊りをやっていて、周りの人たちは皆何かのお面をつけていた。お金を持っていなかったので親からもらいに戻ったところ、境内の裏に屋台なんて出てるわけないと言われ、母の手を引いてもう一度行ってみたところ、そこには人っ子一人いなかった。他にも、愛ちゃんはいくつかの不思議な空間の話をしてくれた。病室のベッドの下にあるはしご、納骨堂の裏にある広場、クローゼットの奥の扉から行ける三角形の部屋。人に話すと見えなくなってしまうものもあれば、話しても変わらず見え続けるものもあったらしい。
ただ、愛ちゃんが不思議の国のアリスでいられた時間はそう長いものではなかったようだった。でも、10歳になった頃からさっぱり見えなくなっちゃったんですよね。秘密の遊び場がみんななくなっちゃって、結構がっかりした覚えがあります。へえ。けどさ、頻繁にそんなところに出入りして騒ぎにならなかったの？周りからすれば、愛ちゃんが急にいなくなったように見えると思うんだけど。ああ、大丈夫でしたよ。あっちとこっちだとね、多分時間の流れ方が違うんじゃないかな。愛ちゃんによると、その不思議な場所に入って長い時間遊んでいても、いざそこを出てみると全然時間が経過していないのだという。1時間とか滞在しても、戻って時計を見ると数分しか経ってない、なんて場合がほとんどだったそうだ。すげえな、無敵の秘密基地じゃんそれ。ずっと遊んでても誰にも文句言われないとか、子供にしてみれば最高だろ。遊び盛りの子供にとって一番の敵は時間だ。どれだけまだ遊びたくても日が暮れてしまったら帰らなければならないし、そのうち手に背けば親からのげんこつが待っている。そう考えると友達を連れて入れないデメリットはあれど、愛ちゃんくらい着物座った子供にとって不思議空間は確かに楽園かもしれない。みんなそう思ったが、それは他ならぬ愛ちゃんがやんわり否定した。あはは。でも、そんなにずっと入ってたことはないんですよね。愛ちゃんは苦笑いしながら、続ける。昔のことを思い返しているような、そんなちょっと遠い目をしながら。最初はやっぱりすごい楽しいんですよ。大声出しても怒られないし、時間気にしなくていいし。でも、あんまり長くいると、だんだん気持ち悪くなってくるんですよね。ちょっと怖いけど夢のある、不思議な話。そう受け取って少しは気合いとした空気になっていたその場が、しんと静まった。あ、もう帰らないとダメだなって思うんですよ、その感覚で。あれ今思うと、本能が警告してくれてたのかな。警告？帰れなくなるぞ、って。あ、これ普通に怖い話だ。遅ればせながらサークルのメンバーたちは、これがちゃんと階段階という場に遭遇話なのだと理解した。いい感じに背筋が寒くなったところで愛ちゃんの話は終わり、次の話へ進み、その話も終わり。という具合で、階段階は滞りなく進んでいった。百物語のように明確な目標を持って階段を語る集まりではないので、当然終わり時はメンバーが飽き出してきた頃ということになる。だんだんネタもつき、語られた話に対する反応も曖昧になってきたところで会話を開きになった。次の日から、愛ちゃんはサークルに来なくなった。愛ちゃんは少々身の回りのことにルーズなところがあったので、大方課題の出し忘れやら何やらでてんてこまいになっているのだろうと皆思っていたが、大学から情報を求む旨の通知が出たところで、その認識が誤りであると知ることになった。彼女は階段階の次の日、通学のために家を出たところから行方がわからなくなっているというのだ。あいにく周りの人間は彼女から何か聞いていたというようなことはなかったし、行き先の心当たりもなかった。だが同じサークルの人間、それも見目麗しい女子が突如失踪したというセンセーショナルな事態は、彼らの口を下世話で不謹慎な噂話へと駆り立てた。愛ちゃんってさ、結構電波なとこあったじゃん。変な男に言い寄られて、その気になって駆け落ちでもしてんじゃないの。男絡みはありそうだよね。あの子顔は可愛かったし。ああでもないこうでもないとおのおのの推理を話し合う者たちと、それを遠巻きに非難の目で見る者たち。けれど噂話に花を咲かせる者たちを咎めるものがあるわけでもなく、失踪者の名誉は話の魚にされていく。そんな時だった。そんなんじゃない。今まで部室の隅でじっと押し黙っていた一人の女子が、急に大声で叫んだのは、その女子は、いなくなった愛ちゃんと仲が良かった。
安否の知れない友人の名誉を愚弄するような噂話に我慢できなくなり声を上げたのだと、誰もがそう思ったし、実際話をしていた連中も居心地悪そうに部室をぞろぞろ出ていった。ごめん、俺たちが止めるべきだったよな。あんな不謹慎な話されてたら腹も立つよな。はぁ、はぁ、と荒い息を吐いている彼女をなだめるように一人が声をかける。違う、そうじゃないの。え？あの子、駆け落ちとか、そんなんじゃないの。絶対違う、絶対違う。目をカッと見開いて、絶対違う、絶対違うと繰り返す様子はある種異様でさえあった。言い知れぬ違和感と恐怖を感じながらも、しかし相手は友人が消えて傷ついているだろう女の子だ。話を聞いてあげないようでは白状だろうと思い、どういうこと？と誰かが話の続きを促した。するとその女子は、おもむろに自分の携帯電話を差し出した。画面には、誰かからのメールが表示されている。それを真っ先に覗き込んだ者が、あっと声を上げた。そのメールの差出人欄に、愛ちゃんの名前があったからだ。しかし、なんだよこれ。本当に愛ちゃんが送ってきたのか？わずか数文字の文面は文字化けしてしまっていて、何が書いているのか全く読み取れない。しかしメールの受信時刻を見ると、会談会の翌々日の午前中だ。このメールが行方をくらました後の愛ちゃんから送られてきていることは明白だった。これ、最初はこんな風になってなかったの。ちゃんと読める文字で送られてきてたの。え、じゃあ、時間が経ったら文字化けして読めなくなったってこと？そんなことが、果たしてあり得るのだろうか。一度受信したメールが、受信した後で文字化けしてしまう、なんてことが。こくりとうなずいた彼女に、誰かが恐る恐る問いかけた。で、最初はなんて書いてあったんだよ。その子は、静かに答えた。寝れない。愛ちゃんは未だに見つかっていない。愛ちゃんからのメールを警察に届けることもしたが、発信場所が探知できなかった、と突き返されてしまったそうだ。見バレしそうで怖いけど、未だに不可解な体験を一つ。私が中学生の頃、友達と一緒に近所の稲荷祭りに出かけました。小さい境内に似合わず、人もたくさん来る賑やかなお祭りで、準備はもちろん、出店もほとんど近所の人たちでやっているので、少しくらい帰りが遅くなっても大丈夫なので、私は毎年遅くまで居座っていました。その年も夜9時くらいにお祭りが終わり、近所に住む友達と一緒に後片付けを手伝っていたのですが、最後に、残った生地でお好みを焼いてもらったので、お稲荷様にお裾分けして、友達とお社の前に設置された椅子に座ってワイワイ食べていると、私ちゃん〇〇くん、そろそろ帰るべし、一緒にあんべー。と呼ばれました。はい。と返事したのですが、呼んでくれた近所のおいちゃんは気づかず、私たちの名前を呼び続けていました。おかしいなと思って、立ち上がって、大きめの声で返事しながら手を振ったのですが、おいちゃんは気づきません。それどころか、〇〇と〇〇、どこさ行ったか知らねえか？と、他の大人に聞いていて回り始めていました。こんなに近くにいるのにと思いながら、急いでゴミを袋に入れて、おいちゃんのところへ行こうとしていたら、おばちゃんが、あれ、二人して、そこで食べてたけど、って、私たちの方を指さして言ってました。思いながら、おいちゃんとおばさんのところに、ここにいるよ、って大声出しながら走っていたのですが、全然気づいてくれません。肩とか叩いているのに、無視されているというかなんというか、ちょっと怖くなって、一緒にお好み焼き食べてた友達の手を握ったら、その子は、
なんだろう、どうしたんだろうね。と、首をひねっていました。そのうち、私たちを探し始めて大騒動になってきました。私は中1で、友達が高1だったので、送って帰って行ったんじゃないかと言い始め、私も友達も頭がはてなのまま。必死になるべきなのか、からかわれているのかわからないまま、冗談やめてよみたいな感じで、大人の周りをうろちょろしていました。でも、境内の脇に私と友達の自転車が見つかって、カゴに荷物も入っていたことから、なんかおかしいということになり、あれよあれよと大騒ぎになってしまいました。友達もさすがに、なんかおかしいよこれ。と言って、一緒に境内を出て、神社隣の酒屋にあった公衆電話から友達の自宅に電話をかけました。当時は携帯電話が普及し始めたところで、田舎の高校生では携帯を持っている人は少なかったのです。あいにく友達の両親は留守だったので、私の家に電話をかけました。母親が出たのですが、私が、もしもしお母さん、と言っても、もしもし、もしもし、と帰ってきて、こちらの声が聞こえていないようでした。しまいにはいたずらと思われたのか、切られてしまいました。何が何だかわからないままもう一回かけたのですが、やっぱり声が届いていないようで、いたずらなら切ります、と言われてしまいました。そのことを友達に話していると、お祭りにいた人たちが私たちのところへ向かってきたのでほっと安心したところ。私たちを素通りして酒屋の裏手に向かい、〇〇さん、電話貸してけでー。と言って入っていってしまいました。誰に声をかけても気づかれないので、自転車に乗って帰ることにしました。左手にずらっと田んぼがあり、右手に畑が連なっている道で、お祭り帰りの高校生もいて、声をかけたのですがやっぱり気づかれず。なんとも言えない気分で、無言のまま二人で自転車漕いでいると。ちょっと待って。と友達がいきなり自転車を止めて、自転車置いて、歩いていこう。というので、その通りにしました。自転車のライトが消えて、当然真っ暗になったのですが、友達が、そのキーホルダー、カゴに入れて、というので、私のバッグについていた拮抗するキーホルダーを取って、自転車のカゴに入れました。頭が働かなくて、言われるがまま自転車を乗り捨て、友達に手を引かれて、右手の畑を通ってトウモロコシ畑に入りました。しゃがんで、あれ見て。と友達が言う通り、先ほど通っていた道を見たら、点々とある街灯の明かりの下を、祭り帰りの人も通って行くのですが、黒い影とも、白い影とも、透明とも言えない。表現しにくいのですが、何か人影のようなものも通り過ぎていくのです。蜃気楼じゃないよね、とか言っていたのですが、あれにライト当たった時、顔見えた、と友達が言ったのを聞いてゾッとしたのを覚えています。その上、私たちの後ろをついてくる同じ影がいて、わざと普段通らない道を通ったりしてきたそうなのですが、やっぱりついてくるので、試しにライト消して隠れてみた、みたいな説明をしてくれました。これからどうしたらいいのかわからず、しばらく畑で座ってました。15分くらいすると、警察のパトカーが道を通り過ぎ、もしかして私たち通報されたんじゃない、みたいな話をしていた時でした。友達が私の手を握ったので、ただごとじゃないと思って黙ったら、畑の向こうから影みたいなのが数体、こちらの畑に入ってきたんです。腰を低くして早足でトウモロコシ畑を抜け、川の土手を這うようにして走りました。それから、どん詰まりにある自宅には向かわず、明るくてここよりは人の多い、24時間やってるスーパーへ行こうということになり、後ろを振り向かないでひたすら走りました。そして、スーパーの公衆電話からもう一度家に電話をかけたのですが、もしもし？〇〇なの？〇〇でしょ？どこにいるの？もしもし？と母親が出て、パニックしていました。呼びかけても声が通じないので、
こちらから電話を切りました。それからスーパーの人に声をかけたのですが、やっぱり無視されるのです。仕方がないので、飲み物と食べ物を少し取って、多めのお金をレジに置きました。でも、店員さんがそれに気づく気配はなかった。それから3日、自宅に行ったり、警察に行ったり、神社行ったり、影みたいなのから逃げながら、ひたすら隠れて逃げていました。そして友達と話し合って、次に影が来たら逃げずに話そうと決めました。一睡もしてなくて、眠くて眠くて、息がかりの橋の下で座って寝ていたら、友達に肩を揺すられて目が覚めました。警官がこちらに向かってくるので、友達はちょっと警戒していました。でも、警官の方からこちらに声をかけているので、ようやく会話ができる人が現れたと思って、泣いてしまいました。そのまま保護され、家出ということで処理されました。私たちは祭りを含めて、3日くらいしか家を空けていないのに、14日も行方不明ということになっていました。乗り捨てられた自転車も、私たちがスーパーで買い物した形跡も見つかり、スーパーの事務所に入って電話した記録も残っていました。その時警備員がいたはずなのに、どうやって忍び込んだ？みたいに言われ、私たちも説明のしようがなくて、すごく納得いかない体験でした。私は数年前まで、ある一家に、まさに飼われていた状態だったと思うのです。私は現在都心から離れた関東地方に一人で暮らしていますが、数年前まで今思うと不思議な生活をしていました。もともとの私は普通の家庭で普通に育ち、ごくごく一般的な人生だったはずなのです。顔立ちや背格好も、可もなく不可もなく、頭の出来も平凡な人間でした。今の生活に戻ってから実家を確認したり、同窓会に参加したりしてみましたが、やはり私は私の記憶通りの普通の人間だったので、私の気が違ってしまったということもなさそうです。精神科などの病院にはまだ行っていませんが、おそらく妄想として片付けられてしまうことが目に見えているので、今も病院は考えていません。もし同じような経験がある方がいらっしゃったら話を聞きたいと思い、書きます。これが書いてはいけないことなのか、誰かに言ってはいけないことなのか、今の私には判断もつかないのですが、なんとなく大丈夫な気がします。特に犯罪に巻き込まれたというわけでも、私が被害に遭ったとも思っていないからです。前置きが長くなってしまいましたが、一つ一つを思い出しながら丁寧に書いていきたいと思います。私は関東の大学を出た後、同じく関東の会社に内定をもらい、一人暮らしの部屋も確保してあとは4月を待つだけ、という形で3月に大学を卒業しました。大学を卒業し、卒業式の何日か後に用意していた部屋に移り住み、実家から持ってきた電気カーペットの上で寝転びながら、新しい家具を携帯でネットサーフィンしながら探していました。そこまでが、私が覚えているかつての生活の私の最後の記憶です。本当に説明の仕方がわからないのですが、そこから先は、気がついたらとしか言いようがありません。物心がつく頃からという感じで、気がついたらある一家と一緒に暮らしていました。それは今思うと、ただの居候などではなく、明らかにペットとしての扱いでした。しかし当時の私はそれを不満に思うことはなく、まるでこれが私のあるべき姿であるかのように受け入れ、満足した日々を過ごしていました。その一家は若い父と母、お互い30代前半くらいと、小学校中学年くらいのお嬢さんの3人でした。私は実名でなく、明らかにペットにつける名前で呼ばれていました。犬っぽい名前、ポチ、とかゴン、といったそういう名前でした。
かといって、裸にさせられていたわけではなく、私だけが着るユニフォームのような扱いでスウェット生地の服がありました。それは毎日同じ色ではなく、時に茶色だったり時にベージュだったりと、地味な色ではあったものの、汚らしいものではなく、いい匂いのする清潔感のある服でした。しかし首には当然のように首輪がはめられていました。確か青だった気がします。本当に犬用の、ホームセンターのペットコーナーに売っているようなやつです。また、私は毎日お嬢さんからご飯をもらっていました。それは自分の手で食器を使って食べるという形ではなく、お嬢さんの手から私の口に運んでくれるというものでした。食べ物はパンやおにぎりが主でしたが、私はそれに不満など感じず、毎日お腹いっぱい食べていたように思います。しかし飲み物は水だけで、これは大きなペットボトルを逆さにして、ストローをつけたものでした。ウサギやハムスターなどの小動物のゲージでよく見るやつと、同じ仕組みだと思います。お風呂は毎日ではありませんが、定期的に入れてもらっていました。毎日お嬢さんが私の髪をブラッシングしてくれていたおかげか、自分の体臭が気になったことはありません。というよりも、その当時の私にはお風呂という概念がなかったようにも思えます。髪と書きましたが、当時の私の容姿は間違いなく人型でした。お嬢さんと一緒に遊んでいた時も、ふと鏡を見た時も私は二足歩行でしたし、見た目も間違いなく人間でした。お嬢さんとあやとりをしたことも覚えています。あの一家と暮らしていた家は、和室もありましたが洋室がほとんどで、少し手狭なような気もしますが、普通のどこにでもある一軒家といった感じでした。庭は庭と呼べるほどの大きさではありませんでしたが、お母さんがプランターでガーデニングをしていて、お嬢さんはプチトマトが鳴るのを楽しみにしていました。私は普通に日本語を話しており、お嬢さんはいつも私に話しかけてくれました。一家は全員現代の日本人という感じでした。私はお嬢さんの話をうんうんと聞くだけでしたが、何か問いかけを受けた時だけ言葉で返事をしていました。例えばその日お嬢さんが着る服について、赤がいい？青がいい？と聞かれると、赤がいい、などいう風に。時間という概念にも疎く、お嬢さんに起こされておき、ご飯を食べ、お嬢さんが学校へ行き、お父さんが仕事に出かけ、お母さんが仕事部屋に入ると私は与えられた寝床に寝転がる。うとうとしながら気がついたら寝て、また帰ってきたお嬢さんに起こされるといった、はっきり言って何の役にも立たない存在として生活していました。お母さんは何か家で作業する仕事をしていたのだと思います。たまに疲れたように首を回しながら、コーヒーを入れに部屋から出てきました。たまに私が、お疲れ様です、と言うと優しく笑って頭を撫でてくれました。私の世話はほとんどお嬢さんがしてくれていて、お父さんやお母さんとはあまり話した覚えはありません。特にお父さんとは、挨拶以外の会話をしたことがないように思います。そうして私はその生活を満喫していました。お嬢さんや一家の顔や声はまだちゃんと覚えており、会えば絶対にわかります。お嬢さんの名前もわかるのですが、さすがにここで書くのはやめておきます。お父さんとお母さんの名前はわかりません。名字も正直曖昧で、多分これじゃないか、というくらいです。そしてここまで書いておいて本当に申し訳ないのですが、話はこれで終わりなのです。このペットとしての生活をどのくらい過ごしたのか、いつ、どうやって抜け出したのか、何も覚えていないのです。生活の終わりは突然でした。その家でいつものように寝床で寝ていて、庭に出ていたお嬢さんがリビングに入ってくる気配がしました。私の寝床はリビングにあり、深緑のカーペットの上が私のスペース、という感じでした。そこに無印良品の、人をダメにするクッションソファーがあり、それが私の寝床でした。そして、私のペットとしての名前を呼ばれ、返事をしようと振り向いたとき、次の瞬間には私は今の私に戻っていました。
これが、私が覚えている最後の状態、一人暮らしの部屋で携帯をいじっていた状態のままなら長い夢だったで終わるのでしょうが、私が今の私として気がついたのは、交差点の信号待ちの状態だったのです。瞬きもした覚えはありません。寝転がった状態から肩越しにお嬢さんを視界に入れようと、頭だけ後ろに動かした瞬間に、私は都心の交差点に立っていたのです。そこは大通りというわけでもありませんでしたが、何度か通ったことのある横断歩道でした。全くわけがわからないまま、歩行者信号は青になり、周りの人の動きに合わせるように自然に足が動きました。とりあえず信号を渡り終わった後、その場で止まって周りを見回していたらベビーカーを押す女性に、通りますと言われて、歩道の真ん中にいたことに気づいて道を譲り、それをきっかけに妙に冷静になりました。幸い知っている道だったので、最寄りの駅まで歩きながら持ち物を確認しました。その時の持ち物と服装は、いつものリュックにいつものちょっとそこまで程度の服装でした。リュックの中には飲みかけのペットボトルのお茶と、数千円入った財布と、ポータブルの充電機器。それとなぜか買った覚えのない新品のイヤホン。携帯電話は上着のポケットに入っており、日付を確認すると、大学を卒業して2週間弱ほど経った平日でした。時間は夕方の4時過ぎ。そこからは、何が何だかわからないまままっすぐ一人暮らしの家に帰りました。その日はお風呂にも入らず着替えもせず、カーペットの上で上着を着たまま寝てしまいました。次の日、実家や友達に電話をしましたがどう説明すればいいかもわからず、悩んだ末に、ここに3日の間に私と連絡を取ったという人はいないか、と聞いてしまい、両親にも友達にもいぶかしがられておしまいでした。その後は予定通りに入社し、何の変哲もない毎日を過ごしています。未だにあれが夢であったとも現実であったとも判断がつきません。夢だとしたら長すぎるしリアルすぎたし、交差点にいたことを考えると無遊病など他の心配も出てきます。かといって、現実だとしたら異常すぎますし、何より時間軸がおかしい。いくら時間に縛られない生活をしていたとはいえ、あれは間違いなく2、3日という短い期間ではありませんでした。最低でも1ヶ月。下手したら半年近い期間だったように思います。東方女です。明日は休みなので、もし何かあれば質問にお答えします。就職はどうなったの？大学の卒業式が3月の初旬で、交差点で気がついた日はその2週間弱後の3月の末企画でした。ちょうど入社式の前だったので仕事はセーフでした。その期間はバイトもしておらず貯金で生活していて、人生最後の自由時間と思って、何の予定も入れていませんでした。その部分に関しては自分もできすぎていると思い、ここを考えると本当に妄想なのかと思ってしまいます。そうなると、こんなにもリアルな妄想してしまう自分が本気で心配でたまりません。その空白の2、3日の足取りはわかったのですか？会社は無断欠勤ってことになっていたのですかね？そのペットになっていた期間のもっと深い部分の話を聞きたいですね。ちなみに、ペット期間の足取りは結局つかめていません。というよりも、私の記憶が間違っていなければ、実際に記憶が飛んでいるのは10日前後だと思います。日記をつけたりという習慣がないので曖昧ですが、おそらく記憶が途絶えたのはこの日だろうという日は覚えています。ペット期間の思い出は妙に温かい思い出ばかりです。お嬢さんが私に寄り添って眠ってしまい、お母さんに、自分の部屋で寝なさい、と叱られていたり、お父さんがニュースを見ている隣で、どういう意味？などとわからない文言を聞いてくるお嬢さんに説明したり、お母さんが庭のプランターに水をやっていると虹が出ていて、それをお嬢さんに教えてあげたり、基本的にはお嬢さんが中心でした。自分のことをペットとして割り切るなら、とても大切にしてもらえていたと思います。ちなみに、トイレは私専用のトイレがありました。和式でした。
それ現実じゃないだろどう見ても。妙にリアルな無遊病体験みたいなもんだろ。気づいたら交差点ってのも、単なる寝ながら見る夢でなく、意識がぶっ飛びながら、元の体の方もちゃんと動いてたってことだ。特殊体験であることは間違いないが、なんでそれを現実だと思い込んでるのか。100% その家族？お嬢さんとか両親とか、はあんたが兄ちゃんに書き込んでるこの世界にいないよ。まあ、この世界自体が夢みたいなもんかもしれないけど。そうですよね。その通りだと思います。現実なわけがないんです。でもその、こんなわけわからん体験ありえないと思うのと同時に、あんなリアルな体験が夢だなんてありえない、と思う自分もいるのです。お嬢さんは本当にいい子で、あの子がこの世には本当はいないんだと思うと、少し悲しくなったりもします。あの家での生活がよほど心地よかったのか、たまに夢で見ることもあります。起きてから、よかった、普通の夢だった、と思うのと同時に少しだけがっかりします。もう会えないのかと思うと切ないような悲しいような。現実の友達に話したりしたら確実に気味悪がられると思います。私自身も明確な自覚がないだけで、少し頭がおかしくなってしまったのかと思ってます。おかいたでよく聞く、別次元の自分に同調し、意識のみあちら側へ行ってしまったのではないですかね。自分の場合はあなたとは違いますが、夢と認識しているわけではないのですが、寝ている間だけあちら側に繋がって、途中で起きても、続き、と無意識に口ずさみ、あちら側へ行くことがあります。まあ、ただの明晰夢で済ませられるんですけどね。ただ、あなたの場合はあちら側に行っている間も、こちら側のあなたは活動していたことが、他の話と違うところなので気になる次第です。パラレルワールドですか。なるほど。正直、私は今までこの体験以外は本当に平凡で、心霊現象の一つにもあったことがありませんでした。小中学生の時にこっくりさんなど試してみたこともありますが、十円玉はピクリとも反応しませんでした。なので、そういったファンタジックなことは全く信じていなかったのですが、そう言われてみたらそうなのかも、と思えてきます。パラレルワールドについても、調べてみます。記憶のない約10日間の私についてなのですが、私は少なくとも部屋には戻っていなかったのではないかと思います。というのも、部屋に置いてあった花が枯れていたからです。卒業祝いに後輩からもらった花だったので、ちゃんと世話をして長持ちさせようと決めていましたし、私の母の仕事が花屋ということもあり、花の扱いには慣れています。あの花の種類を考えても、きちんと世話をしていたとしたら、10日程度で枯らすことはまずありません。ということは、部屋に戻っていなかったか、もしくは花の世話をしない別の私が、あの部屋を出入りしていたことになるかと思います。なんだか怖いですね。もう数年前の話ですが。そうだ、匂いはどうでしたか？匂いはありませんでしたか？そのお嬢さんの匂いを思い出してください。自分は明晰夢？ですが、必ず共通することがあったのは、匂いでした。多分鮮明に匂いをイメージすることができると思います。お嬢さんの匂い、というよりも家の匂いなら覚えています。多分なんですけど、現在の日本で市販されている柔軟剤の匂いでした。最初に入社した会社の先輩の匂いがとてもいい匂いで、どこかで嗅いだことある匂いだ、と考えていたらあの家の匂いだと思い、何の香りか聞いたので間違いないと思います。私に与えられていたスウェット生地の服もその匂いでした。お嬢さんはその匂いとシャンプーの匂いでした。シャンプーの銘柄まではわかりませんが、たまに電車で、あ、と思う時があります。さすがに知らない人に聞く度胸はないので、銘柄は未だわからずにいます。
俺が小学生の頃、いつものように友達とサッカーして遊んでたんだけど、その時に変な体験をした。車通りがほとんどないような敷地内だったんだけど、地面がアスファルト舗装の部分があって、俺がボールを蹴ろうとした時にボールの上を踏んでしまって、盛大にこけたんだ。で、その際にバナナの皮でひっくり返るみたいに、後頭部を思い切り地面にぶつけた。ガツンって漫画みたいに星が飛び出そうだったけど、痛いより先に視界が真っ白になって意識が吹っ飛んでった。それでここからが変な体験なんだけど、目が覚めたら知らない土地にいて、今さっきまで遊んでた友達が誰一人いなかったんだ。俺としてはこけてから数十秒も経ってない感覚だったんだけど、よく見れば空が夕焼け色に染まってたから、何時間も経ってることに気づいて、慌てて帰路に着いた。もしかしたら俺は気絶してたのかもしれないが、それにしても意識のない俺を放って帰るとか、次に友達に会ったら怒ってやろうとか思ってた。でも、知らない土地から適当に街中を歩いていると、やっぱりどこもかしこも記憶にないような建物ばかりで、ここが俺の知らない場所だということがわかる。というより、俺が住んでた場所はそこそこ都会だったと思うんだが、今いる場所は街というよりは、片田舎の街といった感じで、どの家屋も古臭く見える。昭和チック?下町を一代古くしたような、そんな感じ。この時はこんな場所近くにあったんだ程度にしか思ってなくて、物珍しさもあって街並みを観察しながらブラブラと歩いた。どこかに交番くらいはあると思って。だが、どうも気になることがある。人も車も一切見かけないんだ。四方八方どこを見ても誰もいないし、走行音とか生活音とか、そういう気配も一切ない。それが分かった途端、妙に不安になってきて、交番を探す足取りも自然と速くなった。建物はあるのに人がいないなんてことがあり得るだろうか。おい、誰か。俺は大声で助けを求めてみたが、反応はない。マジで誰もいないのだろうかと諦めかけていたところ、道路の先に人影を確認した。第一村人発見、まさに気分は最高潮だった。早速声をかけてここがどこか聞き出して、できれば家に帰る方法か交番の場所を教えてもらおう。そう思って俺はその人影に駆け出した。すみません。声をかけてを上げて駆け寄っていると、何かがおかしいことに気がついた。人影に近寄っても、人影の陰りが一向に明るくならないんだ。なんて言ったらいいか、日陰に入っているかのようにその人の体がやけに暗く映っているみたいに見える。肌の色じゃなくて、存在そのものが暗く見えるんだ。その人物まで数メートルといったところで俺は足を止めた。何かその人に話しかけたらいけないような気がした。そう思った矢先、その人物は俺に向き直り、能面のような無機質な表情を浮かべて口を開く。どうしたんだい?いかにもうさんくさい言葉遣いだった。年の頃は60代だろうか。全体的に暗いことを除けば、どこにでもいそうなおじさんに思えるが、感情が見えない表情のせいで、幽霊とでも出会ってしまったように俺は硬直してしまった。どこの子だい?こんなところでどうしたんだい?どれ、おじさんが連れてってあげよう。俺が緊張でこわばっていると、自称おじさんを語るその人は一人で喋り出し、俺の腕を取ろうと前に踊り出た。その瞬間、おじさんの手が俺の手をかすめ取るより早く、俺は後ろに切り返して逃げ出していた。その際にも後ろからおじさんが何かを言っていたように聞こえたが、俺は無我夢中でおじさんから距離を取った。他にまともそうな人はいないだろうか。走りながら街を見渡していると、街の一角に田園風景が広がって見えたので、そっち方面に走り抜ける。すると、田んぼの一つに人影が突っ立ってるのが見えたので、そこを目指した。一瞬、カカシでも立ってるのかと危惧したが、近づけば腰の曲がった老人だとわかり、すみません、とひいひい言いながら声をかけた。田んぼの外側で立ち止まり、膝をついて息を整えていると、老人がこっちに近づいてくる。ひとまず、交番の場所を聞こう。そう思って老人が来るのを待っていると、その老人の手に鎌が握られている。いや、農作業中だから別に不自然ではないんだけど、どうにも嫌な予感がした。今日ほど第六感が働いた日はないと断言できるほどに、俺の本能が逃げるように言ってきた。老人がおもむろに鎌を振り上げたところで、俺は立ち上がって走り出した。
近くで見れば、やっぱり老人も日陰に入ったように暗かったんだ。そして、さっきのおじさんと同様に能面を貼り付けたような不気味な顔をしていた。この街にまともな人はないのかと、辺りを見渡しながら走っていると、昭和でよく見かけた、街角のタバコ屋みたいな店が目に入った。半開きの窓の奥には老婆が座っていて、俺は今度はそのタバコ屋の老婆を目指して走った。今度こそまともな人でありますようにと願っていたが、やはり顔を肉眼で捉えられる距離まで近づけば、その老婆の顔も能面のように正気のない顔をしていて、俺はすぐにキビスを返し、その辺の路地に逃げ込んだ。この街はどうなってるんだ。人がいないと思いきや、出会う人全員が能面をつけたような似通った顔をしていて、それでいて全員が日陰に入ったように暗く見える。もしかして夢なのか？息苦しさも、脈打つ鼓動もはっきりと感じられるが、俺はこれがリアルな夢の世界だと疑い始めた。だって、さっきまで遊んでたのに、こんな荒唐無稽な街にいるとか意味がわからない。そんなことを考えていると、夕焼け空はさらに落ちてきて、いよいよ夜に染まっていく。なぜか完全に暗くなる前にこの街から抜け出さなければいけないという気持ちが湧いてきて、俺は路地から大通りを確かめた。と言っても、どうやってこの夢から抜け出せばいいのかさえわからなかったので、人がいないことを確かめた上で、道路をとぼとぼとさまようことしかできなかった。それで、あてもなくさまよっていると急に、キーン、コーン、カーン、コーン、ってな感じでチャイムが鳴り響いた。音だけでビビったが、チャイムを合図に急に街中が騒がしくなったと思って路地に隠れて大通りを覗いていれば、今までどこに隠れていたのか、黒い集団がこぞって大通りを移動していた。不思議なのがすでに日が沈んでいるのに、街には電灯がついていない。そのせいでもともと暗く見えていた街の人々は、余計に黒く見えた。それでもよく見れば、全員が似通った能面顔であることだけは分かったから、俺は息を潜めて奴らに見つからないようにじっとしていた。チャイムが鳴り終わる頃には、その集団はどこか一箇所を目指して去っていった。俺はどこぞの家の塀の陰でふてくされるように座り込み、いつこの夢が覚めてくれるのかと切に願った。お腹も空いた。それに現実と変わらない肌寒さもある。親に会いたい気持ちも強くなって、涙が出てきた。そんな時だった。どうしたの、僕？不意に声をかけられた。顔を上げると、塀から覗き込むようにして、能面顔のおばさんが俺のことを見ていた。うわぁ。俺はすぐさま逃げ出した。この街の人間は全員あの能面顔なのか？それともただ単に能面をつけているのか？わからないが。当時小学生の俺にとっては奴らの能面顔は恐怖そのもので、泣きながら逃げ出した。勢いのまま大通りに出れば、能面顔の人がちらほら佇んでいた。それで、俺に気づくなり一斉に振り返ると。こっちに来なさい。楽になるから。さあさあさあ。と、全員が俺に手を差し伸べてくる。もちろん、俺は悲鳴を上げながら逃げ出したんだけど、夕方とは打って変わって、夜の街中にはどこに行っても能面顔の人が出歩いていた。街灯がないから中にはぶつかったりもしたが、奴らは痛いとかそういう感覚的な発言よりも先に、どこの子だい、とか、さあ一緒に行こう、と執拗に俺を誘うような言動をとる。もう嫌だ、早く親の元へ帰りたい。そう願って走っていると、道路の先、俺が向かって走っているあたりに神々しい輝きが放った。一見して、日の出の陽光に似たその輝きに向かって、俺は無我夢中で走った。ここでも俺の第六感が、あの光の方へ走れ、と訴えかけていたように思える。それで、その光に触れる直前、背後から。楽になれたのに。と低い声色で囁かれた。一瞬ゾクッとしたが、振り返ろうとした刹那、視界が真っ白に包まれて、意識が遠のいた。ああ、これ死ぬのかな、なんて意識が途切れる直前に思ったが、割とすぐに目が覚めた気がした。目を開けると、そこは病室だった。ちょうど看護師さんが部屋の掃除に来ていて、俺の目が開いてるのを見て驚いたようにナースコールをしていた。男の先生が来て色々検査されたが、俺に異常がないとだけ看護師たちと話しているのを聞いて、その時はまだ意識がぼーっとしてたから、会話の全容はよく覚えていない。
時間は夜の7時過ぎくらいで、ちょうど見舞いの面会時間ギリギリだったが、俺が意識を取り戻したと連絡を受けた両親が飛んできた。何かいろいろ一気に言われたが、ほとんど右から左に聞き流す勢いだった。ただ、俺が3日くらい目を覚まさなかったと言われたので、俺は、サッカーしてたけど、とぽつりとこぼせば。だからそれは3日前だって。と母に言われた。俺とサッカーをしていた友達の話では、俺はサッカーをしている途中、ボールで足を滑らせてアスファルトに頭を打ちつけた。そして、そのまま意識を失った俺を見て、友達たちが近くの大人に助けを求めて救急車を呼んでもらったらしく、俺はこうして入院している。不思議なのが、幸いそこまで強く打ちつけていなかったので、数針縫う程度で外傷は治療できたそうだが、俺が意識を取り戻す気配がなく、いろいろと精密検査が行われた。それでもどこにも異常がなかったから、俺の担当医も最悪大学病院を紹介すると言ってたそうだ。そんなことが俺が眠っている間に起こってたらしい。俺が目覚めてから念のために再度精密検査が行われたが、異常が見当たらなかったので、数日後には退院手続きが行われた。もちろん、日常生活に戻ってからもめまいがあったりとか、体に異常があった場合はすぐに病院に連絡するように言われたが、何ヶ月経っても、それこそ数年経っても風邪以外かかったことがないくらいには健康体だったので、病院にお世話になることはあれ以来なかった。結局、あの時、俺が意識を失っている間に体験したことはただの夢だったと思ってるけど、今でもあの時に感じたリアルな空気感は覚えている。あの夢の世界にいた住人は何者だったのか。どうして日陰に入ったように全員が暗く見えたのか。脳面を貼り付けたような顔は何だったのか。すべてがわからずじまいだったが、所詮夢は夢でしかなく、考えても意味はないのかもしれないと思った。ただ、改めて思い起こせば、もしかしたら俺は当時死の淵をさまよっていたのかもしれないと思っている。あのまま住人について言ってたら、俺は今こうして生きていなかったのかもしれない。住人たちが言っていた、楽になる、とはそういう意味なのではないだろうか。まあ、それほど不思議な体験だった。これは俺がまだ20代で学生をやってた頃の話だ。大学生活最初の2年間はうまくいっていたものの、2回生の終わりに最愛の妹を事故で亡くした。歳はだいぶ離れていたけど、誇張表現なしで本当に仲が良く、あの子は俺の全てだったと言ってもいいぐらいだった。それからの学生生活は悲惨で、学業にも就活にも身が入らず、留年がない学部で4回生にはなれたものの、単位不足で卒業を逃してしまった。4回生も2年目を迎え見事に一流という不名誉をかぶった。最愛の妹もおらず、目の前の全てに価値を見出せず、あの頃はろくに学校にも行かず、バイトで稼いだ金を好き放題使って遊んでいるだけだった。しかし、そんな日々も長くは続かず、人員整理のせいでバイトをクビになった。バイトをクビになるなんて、今思えば本当に些細なことだったんだが、遊ぶ金の目星もつかなくなった俺は、もういいかなと思い、いよいよ自殺を決意した。ある日の夕方、日が傾き始めた頃、俺はわずかな金銭とホームセンターで買ったロープだけを持ち、一人暮らしていたアパートを後にした。この時、実家に戻って両親に相談でもすればよかったんだけど、留年した建前、家族仲も冷え切っていたから家にも帰りづらかった。何より、妹の思い出が残るあの場所に帰りたくなかった。当初、俺は電車に乗って某自殺名所に行き全てを終わらせる予定だった。携帯や身分が割れるものは一切持っていなかった。あの時は心の底から消えたいと思っていたので、見知らぬ土地で名もなき死者、元い無縁仏として葬られることにどこか憧れを抱いていたのかもしれない。しかし、人生とは本当に思うようにいかないもの。すっかり日が暮れて例の自殺名所の近くの駅にたどり着いたものの、
サラリーマン風の男二人に絡まれた。なんとなく目を合わせたのが良くなかったようだ。相手の言ってることは尻滅裂で、おそらく酔っ払いだったのだろう。俺は相手にしないで息を出ようとした。その直後、後頭部を激しい痛みが襲い、視界が一瞬真っ白になり、俺は前のめりに倒れ込んだ。暴漢たちはしばらく俺を蹴飛ばしていた。正直悔しかったが、このまま死ぬのも悪くないかなとぼんやり思っていた。やがて奴らは飽きたのか、奇声を発しながらどこかに行ってしまった。夜も遅く往来の少ない小さな駅とはいえ、人はそれなりにいた。なのに誰も倒れた俺の存在に気づいていないようだった。荒れた酔っ払いや、無関心を決め込む通りすがりの冷たさが俺の冷え切った心をさらに冷たくし、自殺の決意を揺るぎないものとした。俺は立ち上がると、痛む体を引きずって息を後にした。ここから先は、殴られたせいか精神的に焼けを起こしていたからかは知らないが、ぼんやりとしか記憶に残っていない。とりあえず目的地の雑木林に着いた俺は大して周りも見ずに、適当な木を見つけてロープをかけたと思う。あの時の心理状態は異常で、早く死なないと、という考えに襲われていた。うまく言えないけど、まるで怖い夢を見た時に早く目覚めるように、夢の中で右往左往するような感覚に似ていた。ただしに無我夢中だった。そこから先は本当に記憶にない。確かなことは、俺はそこで首をくくったということだ。不意に意識を取り戻すと、俺はとある町の中にいた。日本のどこにでもある普通の街並みで、某バーガーショップやビルが所狭しと立ってた。そしてこれまたどこにでもいそうな人々が忙しそうに歩き回っていた。しかし、そこは明らかに俺のいた世界ではなかった。看板に書いてある文字は逆、よく見れば車の信号の向きも逆、車も右側を走っていた。自殺をするために電車に乗ったことなど忘れて、俺はただひたすらに困惑していた。すると、いつの間に俺の目の前に小さな男の子がいた。その子の雰囲気は周囲の人々に比べて異質で、やたらと色白で金髪の髪、目は緑色だった。服装は七五三の衣装のようにきちっとしていて、革靴を履いていた。男の子と俺はしばらく無言で見つめ合っていたのだが、やがて彼は口を開いた。こんにちは、君は実の世界から来たんだね。は？俺は彼が何を言っているのかわけがわからなかった。何かのアニメのセリフの真似でもしてるのだと思い、相手にせずに、たった今俺の横を通り抜けた OL 風の女性にここはどこかを聞こうとした。しかし、彼女には俺の声が聞こえていないようだった。他にも、何人かの人に声をかけたものの、誰も俺の声が聞こえないようだった。業を煮やした俺は、ゆっくり歩いていた老人の方をつかみ、無理やりこちらに気づかせようとした。しかし、その直後俺は大きくバランスを崩した。俺の手は老人の肩をすり抜けた。何が起こったのかわけがわからなかった。すると、背後から声がした。彼らは影だから君が触れることはできないよ。振り返ると、先ほどの子供が微笑を浮かべて立っていた。俺は思わずゾッとして後ずさりした。そんな俺を見て、少年はニコッと笑うと、ついてきて、と言って、背を向けて歩き始めた。正直、彼のことが怖くなかったわけではなかったが、他に行くあてもなかったのでついていくことにした。少年は何も言わず前を歩いていく。相変わらず周囲は鏡の世界のように麻薬で薄気味悪く、俺はただ少年の背中だけを見ていた。ふと、少年が立ち止まり振り向いた。そしていたずらっ子のような笑みを浮かべると、右足の靴の裏を見せてきた。俺は思わず吐き気を覚えた。靴の裏には潰れたバッタが2匹張り付いていた。さっき、踏んじゃったんだ。まあ、影響は些細だからいいけどね。少年の意味不明な言葉の真意を聞きたかったが、そんな間もなく、彼は再び歩き出した。
1時間ぐらい歩いてたどり着いたのは小さな病院だった。小さいながらも看護師や患者や見舞いの客らしき人々が大勢いて、だいぶ賑やかだった。俺が案内されたのは集中治療室のような小部屋で、ベッドの上には中学生ぐらいの女の子が寝ていた。顔つきは全然似ていないが、死んだ妹のことがふと頭をよぎった。両腕や頭には包帯が、顔には呼吸器がつけられ、危険な状態であることは容易に想像がつく。どうしてここに連れてきたんだよ？俺の問いに少年は黙っている。この子、どうしたんだ？俺は思わず少年に聞いた。怪我をしたんだよ。それはわかるよ、どうしてなんだよ。彼の要領を得ない回答に俺は少しイラッとした。やがて、彼は少しの沈黙の後口を開いた。実である君が君自身を傷つけた。だから君の影であるこの子も傷ついたんだ。はぁ？実と影は紙一重。まるでコインの裏と表のように重なり合い、影響し合っている。彼はさらに言葉を続けた。俺は説明が苦手でわかりにくいかもしれないが、覚えている限りの言葉をまとめるとこうだ。俺のいた世界を A とし、そこは実と呼ばれる生物が存在している。対して今俺のいる世界を B とし、そこは影と呼ばれる生物が存在している。A の世界の実は必ず B の世界の影の一つとリンクしていて、互いに影響し合っている。例を挙げるなら、A の世界の何の変哲もない実の男性が、B の世界の影の女性とリンクしているとする。実である男性が交通事故で大怪我をすれば、影の女性も何らかの影響を受け大怪我をする。その結果、実である男性が死ねば影である女性も死んでしまう。逆もまたしかり。しかし、同じ生物同士がリンクし合っているわけではなく、人間と虫、人間と植物という組み合わせもあり得る。B の世界の影である雑草が草むしりか何かで抜かれてしまえば、そいつとリンクしている A の世界の、実の人間がコロッと行ってしまうという話もあり得るらしい。実と影はリンクし合っていても、当然空間的に隔離されており、同じ空間にいても決して交わらない。それで俺は何の因果か影の世界に迷い込んでしまったらしい。彼の話を聞き終えた俺は頭がこんがらがりそうだったが、やがて一つの結論にたどり着いた。お前のさっきの口ぶりからすると、もしかして俺とリンクしている影はこの子なのか？そうだよ、あっちの世界で君が死にかけてるからこの子も死にかけているんだ。彼は一切表情を変えず淡々と語る。すると突然彼女の容態が急変した。呼吸が乱れ、とても苦しそうにベッドの上をのたうち回っている。再び妹の姿が頭をよぎった。俺は廊下に出て助けを呼びに行こうとした。しかし、病院に入ってくる時とは打って変わって人っ子一人いない。それにも構わず、俺は大声で走り回って助けを呼ぶ。しかし、院内には誰もいない。ふと気づくと、俺は実であり影の世界のこちらに影響することはできない。つまり助けを呼ぶことができないということに気づいた。助けたい？突如後ろから声がしたので振り返ると、背後に少年が立っていた。すると、頭の中に突然少女の姿が浮かんできた。少女の顔は歪み、やがてぴったりと妹のイメージと重なった。俺は少年に向き直った。どうすれば助かる？簡単なこと。彼女の実である君があっちで息を吹き返して回復すればいい。お互いにリンクし合ってるんだからね。影のこの子が死んでいないということは実である君もまだ生きているってことさ。まだ間に合う。僕にできるのはそのためのちょっとした手伝いぐらいなんだけど。よくわからないけど、この子が助かるんだな。それは君次第だね。俺たちが話している間にも少女の容態はどんどん悪化していってるようで、廊下の向こうからものすごい悲鳴が聞こえた。次の瞬間、俺は思わず少年の肩につかみかかった。何でもいいからやってくれよ。もうあんなことしない？あんなこと。
それが何なのかは聞くまでもなくわかった。俺は少し黙って口を開いた。ああ、もう自殺なんてしないよ。妹の分まで強く生きてくからあの子を助けてくれ。今回だけだよ。あと、あの子が助かるかどうかは君次第だからね。少年がそれを言い終えた瞬間、俺の意識は急に遠のいていった。次に意識が戻ったのは病院のベッドの上だった。雑木林で首をくくって数分後、犬の散歩をしていた男性にすぐに発見され、危険な状態であったもののどうにか息を吹き返せたようだった。窓の外の景色は知らない場所だったが、逆文字ではない看板が元の世界に戻ってきたことを証明していた。目覚めてしばらくは、あれは夢だったのかと思っていたが、入院生活中に読んだ新聞に考えを改めさせられた。意識を失っている数日間のうちに、二人のサラリーマンの怪死事件があったそうだ。顔写真を確認したところ、彼らはあの夜俺に暴行を振るった酔っ払いに間違いなかった。二人は全く別の場所にいたにもかかわらず、全く同じ怪死を遂げていたそうだ。周囲に何もないのに、上から何かに踏まれたかのように潰れて死んでいた。と。俺の頭には、少年が踏みつぶした2匹のバッタが思い浮かんだ。偶然にしては出来すぎているし、ぼんやりとだがあの世界は夢ではなかったと思うことにした。彼らはバッタとリンクしていたのか。今でもあの少年の言葉が頭に引っかかっている。まあ、影響は些細だからいいけどね。あの少年は一体何を言いたかったのだろう。その後、俺はなんとか退院して大学を卒業し、それから数年かかったものの無事に仕事にありつくこともできた。しかし、社会人生活は思った以上に大変でハッピーエンドとはいかず、妹の分まで強く生きる、という自分の言葉が頭をよぎっても、最近は、あの時死んでしまっていたらどんなに楽かと思わないこともない。そんな俺の意思に応えるかのように、最近原因不明の胸の痛みに襲われている。こう、心臓が締め付けられるような感じの。もしかしたら俺の影であるあの少女が、また死にかけているのかもしれない。あんな大口叩いた建前、あの子には悪いけど今となってはなるべく早めに死んでほしいとすら思ってる。死ねば全てから解放されるし、また妹に出会えるかもしれないから。どんな風に取り繕っても、結局俺にとっては妹が全てだった。妹がいなけりゃ生きていけない。そういうことなんだろう。相変わらず胸の痛みは続いており、日に日に激しさを増している。最近じゃ一日に一回程度、血を吐くようになった。病院に通っているが、原因はわからないとのこと。俺ももう長くないんだろうなと思う。まあ、もうすぐ楽になれそうだし悪い気はしないけどさ。あの少年は一体何者だったのだろうか？まあ、もしかしたら近いうち再会するかもしれないな。